中村勘九郎中村志の歌舞伎生配信特別公演そうですねあの襲名初舞台の時はあのおねりで必ず浅草を訪れますけれども、まあ、本当にあの中村座という大きなものだけではなく浅草公会堂で若手の時代から修行をさせていただいてですねこの土地の方たちにも本当に助けていただいたので。 恩返しという気持ちはおこがましいかもしれませんけれども、戦争時ご注塔でやることによって少しでもあの町に活気が戻ってくれたら嬉しいなと思います。本当に恩をいただいているので、あのなかなかねそのお店に行くこともなかなか難しいんですけれども。 やはりその配信に見て、ね、浅草の街に繰り出してくださるお客様が少しでも増えるといいなとは思いますしまあでも音だけでもねあの中見せに響いてその雰囲気の少し力になったらいいかなと思ってますけどね。うん、あの自由に心の声を書き込めるのであのそれをまあ中村屋でも。えー 欲しかったとかがかっこいい。綺麗っていうのを書き込んでいただければ嬉しく思いますね。今回はあの19時スタートということで、お酒を飲みながらね。あの。踊りを見ていただける。それもね。お家ならではですからね。 源氏という踊りは、あのーまあ、親自身が小獅子自身を谷に突き落としてそこから這い上がってくる這い、えー、上がってきたその子供だけを育てるという虎字、えー、があるんですけれども、あのー、それに基づいた作品で,でして最初の前じ手の部分はですね、えー、狂言詩でその場面を、えー、再現しているというかあーなので。えー まあ親子だったりでやるときはその親父子と子獅子というのにお客様がすんなり感情移入できる作品でもありますけれども今回兄弟で演じるということであのよりその狂言師としてその部分をどうやって見せてるかっていうのをお見せできればいいなと思ってます。だから 狂言子を演じているんですけれども、狂言子もその師子を演じているので、そのなんか複雑な感じがあの難しくなく、えー、感覚でお客様に届けば、えー、いいなとは思っていますね。一番怒られたというか、一番その踊りのもちろんそのなんと言ったらいいんだ気持ち。えー 取るにあたっっての気持ちだったりするのを叩き込まれた演目なのでいまだにえお三味線の音を聞くと手にじわっと汗をかくぐらい緊張感が忘れられない演目の一つですし大切なものなんだろうなっていうのはもう細胞がこう反応する感じが しますから今回ねその1か月公演っていうのはもうまずもう私がやることはないと思うんで1日なんでね後悔ししなないいいようにしたいなと思いますこの配信中になんかこっちから質問を投げかけてそれのアンサーとかいうのもあった例えば僕やらなくちゃいけないのかなって今自分で言って,て怖いんですけど金髪にしなくちゃいけないんですよ僕の髪型が何がいいかっていうのをやったら1位が金髪だったんで<あ>。 あのー、もちろんそのレンジはこしらえしますからええー、芸壇で出てくる時の質の点が面白いね金髪だったら金髪かどうか <laughs> ね金髪にする時間がまずないもんねスプレーで <laughs> やんねや <laughs> そ,それ面白いけどね絶対やったほうがいいよ変な色んなりすんだけどねスプレーだったら。 今回2回目となります歌舞伎生配信特別公演ですけれどもえ劇場では味わえないお家での楽しみ方これはもう自由に声を出してはいあの感激できるということですね。なのでまあねご近所迷惑にならない程度の声を出しながらえ皆さんでね見ていただければ嬉しく思います。はい 父にまあね見てもあの祖父父が見てくれてると思いながらそしてお客様もいつも見て中村を応援してくださる方も初めての方もねあのこれを機にあの歌舞伎を初めて見る方もレンジ氏はなんとなく映像では歌舞伎見たことないしあこんなのあったな歌舞伎でっていうのの代表作みたいな演目、えー、なので、えー、楽しんでいただけると思いますのでぜひ見てくださいませ。 9月27日日曜日19時から生配信スタート歌舞伎生配信特別公演でお会いしましょう。